クリストファー・イーガンは、オーストラリアの俳優。クリス・イーガンと表記されることもある。オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー出身。シドニーのマクドナルド・カレッジ・スクール・オブ・パフォーミング、アートとシドニー・フェスティバル・ダンス・スクールで、歌、ダンス、演技を学び、シドニーのゼニス・シアターで上演された、レ・ミゼラブル・ウェスト・サイド物語で、俳優としてのキャリアを始める。2000年、 オーストラリアの大ヒットソープオペラ、ホームアウェイに出演したことで、オーストラリア国内で知られるようになる。2003年に、米国に渡り、2006年の映画、エラゴニ死を継ぐもので、ハリウッドデビュー。2009年の NBC のテレビドラマシリーズ、キングスで、主人公、デビッド・シェパードを演じ、2010年に公開された映画、ジュリエットからの手紙が、大ヒットしたことで知名度を上げる。 ありがとうございます。